さあとりあえずねここで一度よ、ただいまってことはピーチとマリオ両方同時に助けるのかな。いやまあ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 ギャラリーにぶち込む。お化けボスお化け、さあ来た、もうラスイチか。アフロデュージェ、アフロ DJ だった、アフロ DJ、 やっぱあれアフロだったんだね。いやテレさんもまだ5匹か6匹ぐらいだよね。クリアしてからでもちゃんと回収に行けるのかっていうところだ、困ってるのは。でゴージャスなホテルじゃったのにノート。さあログブロック、じゃあログブック、ペントハウスを探索してみよう。さあ1万分の8300、6000分の5500、3000、金塊がやっぱりちょっと少ないよね。まだ半分いけてないんだよ。この辺もう終わりが見えてきてるのに。パール120枚、宝石がもう7割だね。あ、これ見るとあれか、最後のフロアもまだ攻略ありそうだな。15とは別に屋上とかのラスボス界があるかもしれないね、うん、で実績たち、まあ、テラータワーがね6個かなあるのかな。もう一回ありそうだな。まあいいか、とりあえずこの時点で一度タイトルに戻ることで、ね、現在の時間等チェック、ストーリープレイ時間16時間、このペースだと20時間クリアといったところか。おお、チェックポイントあっちか。さあそれじゃあとりあえず15行ってみましょうか。さあもう1フロア普通にありそうだな。でもな、今見たマップ見た感じだと1部屋だったしな、まあ、まずマダム倒してキングテレスだからボスはあと2だろう。ペントハウス高すぎ、マリオだったら届かなかったね。さあ来た、よ、宝石、わあキングテレサだ、宝石結構広い、こうやって見ると探索ありか。あ、エレベーター帰っちゃった。あれ消えた、あ いいけど、いや上のテレサの置物が消えましたね。おお、巨大なスクリーン、スクリーンの裏にドアが、あまだはあ、そっちから見えとんかい。全く無能な手下と思うよ、ゆる以上ここまでたどり着かせるとは。あんたとあの博士のことを少し甘く見ていたことは認めよ。あんたがこうしてここまで来るなんて考えようによっちゃ悪い話じゃないってものよ。あんたはね、あの方にお届けする最高のプレゼントなのだから、私の手でと捕まえてお届けすればキングテレス様に気に入られることお間違いなし。プレゼントの方からわざわざやってきてくれるなんてカモネギみたいなものね。俺にキングテレス様にお願いしてこの絵の隣に飾ってもらうことにさ、マリオに兄さん
さあルイージマリオを助け出したければここまでたどり着いてみせなさい。どっちでやられて私をがっかりさせるんじゃないわよ。楽しみに待ってるわよ。マリオマリオルイージ君見たかね。あれは君の兄さんじゃ。ホテルオーナー自らお出ましというわけじゃな。さあやっとラストの対決の時じゃぞ。マリオ君を助けるためにホテルオーナーの居場所を突き止めるのじゃ。てけてけヤマッパー。あれ当たり判定がない。テレさんの口だよね。あれこれもしかして部屋の中にいるの。やつ死なねえってこと。おお、私です、うんうん、こいつ倒せないのかな。あ、倒せた。ふわふわの当たり判定だっただけだ。おお、ここ砂か。砂砂んチュー、チューベ、CV 千葉さん負け場をじゃね。金塊を、金塊を集めねばならんのだ。全然金塊が足りなかった。換金できないのかな。お札と金塊交代お願いします。無限これキーダークライトで復活する。気のせいだ。これで一生無限に稼げるんじゃない。ネズミがずっと出続ける。吸い取るとダメなんだ。よし、こうしとけばもう無限に稼げる。そんなことはない。1個ぐらい宝石ありそうだよね。結構このさ分厚さ見るとこれ強化ガラスなのかなっていうぐらい。あとは風を出す。わうん、ルイジ君プルプルしてる。じゃあ逆になってる。ルイジはプルプルしていない。なしか。まあまあ進んでから考えよう。シャカ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 。おう、お札。どうしてこのクッションが柔らかいかわかるかい。それは中にお札が入っているからだよ。まさしく成金。わお。もう小学生が考えた成金みたいな部屋を考えようぜみたいな。私の枕は金塊でできているのよ。この硬さがちょうどいいのよみたいな。さあ、お、宝石見えてんじゃん。あれ？出ていくんだろう、あそこ。これ違うの？ここ入れるやつじゃないの？入れないですよね。マリオはね、やっぱコインの後についていくとその先正しい道が行けるっていうね。これ近く一周してしまった。割れ割れん。中に宝石見えてるんですけど、あれ落ちた。
ゲット。ああ、来たくん。幕末の偉人、落ちた掃除。ここ積んでるね。これグイジ君、君の人生は終わってしまったよ。お金が微妙に残ってるけど取っとく。あー、なるほど、今の視点でよく分かった。そういう風になってたのか。ほら、お金が見えたからね、一応取っとこうと思って。ここにあったんだ。適当だったけど見つかった、ラッキー。パールじゃない。私が欲しいのは金塊だ。パールもいるけどね。リメンバーパールハーバー。うっせ。さ、こっちもだ。ふう、これがさっきの中から覗いてたところか。行ってきまーす。やっはー、もっとじゃあ金塊をよこせー。金塊で金塊を見つけるみたいな。やつにはまだバレていないようだ。ダンボール壊せない。アマゾン製かな。アマゾンと言ったらダンボール、ダンボールと言ったらアマゾン。上にスイッチが見える。入りまーす。ニューン。おお、スクリーンだ。じゃあちょっと待って、先にアイテム回収してからだ。もう一個ありそうじゃないこれ。でもこれ以上動けないんだよ、もう。ほら、ここ、あ、今カメラ下から覗き込もうとついしちゃう。みんなやるよね。あのちょっと緑色っぽいの手前に見えるからさ、あるのかと。飛び降りるのか。タッタラララーン。イエーイ。ないか、他は。回んないな。よし。さあ、せず一部屋目、宝石もゲット。順調。一部屋に一個ずつ。大丈夫か？あの監視カメラビームとか撃ってこないか？大丈夫なやつか？新しいあの対戦型バイオはね、あの監視カメラからガトリングが撃ち込まれるからね、あれめちゃくちゃ痛かった。女の子のね、二人のうち一人がカメラ無効化できるから、それを使わないとダメなやつ。左。おわあ、ガチ切れしすぎ。ほうれい線出てますよ、キングテレサさん。彼はそのままシグルイに出れそうな顔をしている。ところどころにカメラかな、やっぱあれ。札束の、よし、札束の感触はどうか、ね、今棒、あれ扉開いた。
むふむふむ。なるほど。これバイオにありそうな仕掛けだよね。超バイオにありそうな仕掛けだよね。てかバイオにあるね。何度か何度か見たわ。おお、ルイージ、この角度で。実際に何度もバイオで見たわ。ありそうじゃなくてある。これ中の仕掛けかな。中で上に向かって風を出せってことかな。あー、ちやめて、グイジ君。ほらやめろ、おっさんの触手プレイとか誰も求めてねえから。おお、あれ中とは違うのか。まあまあ、大きな鍵発見。お、逆に怪しいよねこんなの。バイオで見た。ルイージマンション3はバイハザードだったのか。僕行きます。大丈夫、溶けちゃう、溶けちゃう。なんだよ、普通に抜けれるじゃん。お、あるある。まあまあ取れる分だけでも取っとこうか。ちょっときついよねこれ、さすがにこれ以上。とりあえず分かったことはダークライト。よし、行ってこい。ダメだ。わあ、やっぱ辞書は重いんだ。あ、風出したら見えるようになった。けどこれ行けなくない？今だ。あのスイッチを押してこいということか。やっぱバイオで見たな。あれ、これバイオで見たやつだ、ね、まるで真剣ゼミのような。届けない、ここルイージだじゃないから無理か。普通にこのタイミングで行くだけじゃない、特に難しいことなどない。楽勝だったな。おいえ、お前は何もしていない。お、待てー待てー、金塊が足りなくなってしまう。こんなところに謎解きが。もうルイージで来るか。いや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 、ただやっちゃったな。一回はルイージでダメージ食らっとこうと思ったんだよね。ルイージが蒸発するかもしれなかったからさ、見てみたかったんだけどな。他の仕掛けないかな、他の回に同じ仕掛けないかな。お、もういくのか。ちょっと一回ルイージにもね、あのレーザーを当てときたかったんだよ。チューチュー。うんうんうん。消えるな。よし、間に合った。やっぱ失敗するなら始めがいいよね。お、なんか光ってる。これは怪しい。これ光ってるんだよね。ダークライト。
あの壁貫通してますけど、ライト。ダブル。じゃあこっち。あ、スイッチになってた。そう、当たり判定。いたんかい、悪いネズミ。もう画面スクロールした瞬間に敵がいるとかさ、ファミコン時代のゲームじゃないんだからやめてくれよ。取れない。ダークライト。なんもないの。でここでちょっと謎解きっぽいのが。ほら、まあ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 焦るんじゃない。まだ焦るような時間じゃない。本がくっついた。残ってるね。よし、謎解きの道具だ。わお。さあ、じゃあ行きますか。どうした？謎解きっぽいことになってくれ。さっき視点変わったじゃん。調べるの？調べられない。あ、来た来た。左の紋章、右のケーキ、三段重ねでろうそく3つ。とりあえず覚えとけばいいのかな。さあ本を入れれそうな場所もないんだよな。でも持ってけるんだよな。まあ持ってくか。あ、本じゃなかった。食べて食べて、ごちそうさま。金額やるだけか。本めくれ。邪魔。本関係なかった。お、電気がついた。やめろ、初めに出したやつが消えるだろう。まあまあある程度回収できた。戻る戻る。ほら、一生戻れない。こういう仕掛けだったのね。次はなし。ライトもなし。まあ、一応本を持ってきますか。よいしょ。ぶっ刺せそうなとこはないね。ないな。ここには、あ、ここか、これじゃね。ほら、やった、宝石。ここの本抜けないなって思ってたね。抜くんじゃなくて入れるのが正解だ。なんかさ、やっぱあれだよね、宝石取るとちょっと安心するよね。あ、もうこれ以上ここ探索しなくていいんだ、安心感が違う。鍵は全部で4つあります。左上見ると大体わかるね。よっよっ、これ以上いけない。
まあ、ここコンプリートということで OK。